今日はわざわざ来ていただいてありがとうございます。改まった挨拶はいいわ。それより要件を聞かせて。こんなところに呼び出して私にカレンの何を聞きたいの？実はカサネの目には兄の姿がどう映っているのか一度聞いてみたかったんです。どうしてそれを私に聞くの？カレンと接した人間なんて他にも大勢いるでしょう。こんなことを言うとカサネは嫌かもしれませんが、僕には二人がどこか似ているように思えるんです。似ているって見た目の話ではないわよね。ええ、もちろん見た目以外の部分ですよ。それでカサネは兄をどう思いました？そうね、そもそも私はカレンと親しくないし大した話をしたわけでもないのよね。先に弟のあなたから話を聞かせてくれない？カレンがどういう人間か私も知っておきたいから。おや、そうきましたか。そうですね、僕から見た兄はとてもまっすぐな人間でしょうか。カレンがまっすぐ？私はそんな風に感じたことは一度もないけど。きっと重ねのように思う人も多いでしょうね。僕も決していい意味だけで言ったわけじゃありません。兄は過剰なほどにまっすぐで、自分の考えのままどこまでも突き進んでしまう、そういう人なんです。わかるようなわからないような感じね。じゃあ今度は私の印象を言わせてもらうわ。カレンの超能力を含めた能力の高さは認めるけれど、上から目線で横暴で自分勝手な人間だと思ったわ。別に自分勝手でもいいけれど、そういう人間に人望があって声を上げれば人が集まるのは不可解ね。手厳しいですね。やっぱりカサネは兄さんに似ていますよ。どこが似ているの？そういう率直な言い方もですし、カサネも兄のように意志を曲げず自分の選んだ道を進んでいますよね。私は反乱を起こしたり他人を扇動して巻き込むようなことはしていないわ。でも結果としてカサネの周りには仲間が集まっていますよね。はっきりと自分の意志を持った人間は自然と周囲を引きつけるものなんだと思いますよ。僕みたいに影に隠れがちな人間には少し羨ましいぐらいです。どうなのかしら。カレンはともかく私が人を引きつけているなんて実感はないけど、でもあなたの言うまっすぐな人間はそれだけ軋轢を生むことも多いと思うわ。私自身人とぶつかってばかりだし、ルカみたいに人当たりがいいタイプの方が生きやすいんじゃない？生きやすいなんてことはありませんよ。人間誰でもそれぞれの悩みがあるものです。それはそうかもしれないけれど、あなたはいつも穏やかで余裕があるように見えるわ。あのカレンの弟とは思えないぐらいよ。とても悩みがあるようには見えないわ。そうですか。さて今日はこの辺でお開きにしましょうか。今日は重ねの話が聞けてよかったです。この程度でよかったの？大したことは言っていない気がするけど。いえ、僕にとっては大いに収穫がありましたよ。ご足労ありがとうございました。